皆さんこんにちは。アーティスト、プロデューサー、DJ、そして格闘家になりたい間宮です。さあ、今日はですね、まあ今すでに昨日のこのブログ、毎日ブログやってるんで、このビデオブログ、昨日の分を編集し終わって今レンダリングしてる途中なんですが、さあ、二つ目の今日の仕事としてですね、こちらにある、iPhone のバッテリーをね、交換してみたいと思います。というのはですね、こちら、まあ、DJ 用としてね、結構使ってる、DJ コントローラーに接続して、よく使っている、まあ、音楽がいっぱい入ってるんでね、その iPhone、使わなくなった iPhone があるんですが、結構ね、バッテリーが弱くなってきて最近、すぐに切れるようになってしまったので、これ、Amazon でですね、いくらぐらいかな、2000円以下で買えちゃう、バッテリー自分で交換できるキットを購入してみたので、これが、どんなに簡単なのかっていうのはですね、まあ、むしろちょっとね実証してみたいと思います。っていうか初めてなんですけど、ちょっとやってみます。はい、今、バッテリー新しいものに交換できました。ちょっと舐めてかかってたんですけど、途中でね、やっぱりこれはね説明書見ないと無理だなと思って、説明書はないんですけど、 YouTube に、自分の携帯の形式とを入力して、そのバッテリー交換方法みたいな感じで入力したら結構いろいろ出てきたんで、まあ信用できると思います。そういう動画を見ながらやった方が絶対いいと思います。ケーブルとかも結構あって、引っ張ったりとかしたら断線とかしてしまうこともありますので、まあもし自分でやる場合はですね、そういったチュートリアル動画を見ながらやることをお勧めします。はい、今日はねめっちゃ疲れました。もうね、作曲をずっとしてたんですけど、ティムの7月のアルバムに収録される曲、まだね 2,3 曲ぐらい楽曲できてない曲があるんです。でも7月にリリースしないといけないけど、もう今月、もう来週ですよね、来週、まあ、今週末に大きなライブがあって、来週はもうバギオ、あのフィリピンに行って、セミナーします。そしてその後台湾に行って、大きなコンサートもこれまたあるんですよ。で、もう本当に忙しい中で、今制作してるんですけれども、もう今日はね、ほんとめっちゃ疲れた。今日はめっちゃ疲れましたね。はい、この曲で表現したいのは、サーファーが波に飲み込まれて、そして、海の中に埋もれてしまったっていうね、シーンを想定してるんで、イントロでその、サウンドエフェクトをちょっと作ってみました。何層にも重なってるんですけど、音が。ちょっと聞いてみてください。まず、サーッという音があって、こんな感じでピアノのなんかね、ピアノとか楽器もちょっとこもった音、ハイパスフィルター、ローパスフィルターって言って、低い周波数しかね通さない。つまり大きなね、低い周波数ってこういう低い周波数ね、こういう直線に近い波ってエネルギーがいっぱいあるから、どんなに海の中でも耳が塞がっていても結構聞こえるんだよね。だから車のドアを閉めていてもベースの音だけ聞こえるのはそのためで、低い音っていうのはエネルギーが大きいから閉じ込めるのが難しい。だから海の中でボク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 ってなっても、水のね、水でね、遮断されてはいるんだけど、音はね、低い音っていうのは耳の中で聞こえるんだよね。だからその低い音をちょっとこのね、あとブクブクブっていう高い周波数のブクブクブクっていうね、近くの泡はね結構近く聞こえるから、そういうのはねこう入れて、ちょっとリアリティを求めて、これね映画の世界、映画のねサウンドエフェクトの世界なんですけど、まあ、ほぼそれに近いんですが、まあそういうのをねこの音楽にも、取り入れていきたいと思って、こういう風にしました。はい、今ねティムとやり取りしていて、このサーフィングのボードから落ちてしまったっていうこの曲の最初のイントロ部分ですね。やっぱり何回も落ちてから波が上から被ってきて、で水の中に吸い込まれて、またもう一回浮上して息をっていうする、これをね、その緊迫した感じを出したいっていうことだったんですよ。でちょうどね、まあ僕よく魚釣りとかね潜りに行くんですけど、はい、当時2015年に潜った時の動画が出てきて、この時実はかなりでかい魚を釣いたんですよ。多分ね 5,60 センチぐらい大きなヒブダイっていう魚なんですけど、でその後になんとまあ浅い、この魚を取った直後に浅いとこ岩場の方にねいたことに気づかなくて、ほらここちょっとわかると思うんですけど、かなりねもうこのすごい白いね波の立ってるところに
拘束されてしまってもう少しでね、やばかったっていう状況があったんですよ。まあ、この時の必死で上に上がり、なんていう水面に口を出してね息を吸ってる、そしてまた上から波がかかってくるっていうこのねオーディオ、このね音声をこの伴奏というかこのね曲のためにね使おうと思います。ね、めっちゃリアルでしょ。でちょっと怖いぐらいリアルなんですけど、まあでもね緊迫感が伝わっていい曲に仕上がるんじゃないかなと思います。それじゃあねまた曲の制作に取り掛かっていきたいと思います。